こんにちは。こんにちは。スーパースポーツコレクションのゲルゴです。ミルクです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、今日は新製品。新製品。はい。はい。まあ、こちらですね。プレミアムサマーファッション。ファッション。まあ、2022っていう感じですね。いい響きですね。いい響きですね。ファッション。ファッション、まあ、夏ですから。ほう。ファッションに行こうと。まあ、今回、のプレミアムサマーのプレミアムシリーズなんですけど、はい、前作のプレミアムサマーとまたちょっとマイナーチェンジというか、はい、違って、まあ、成分とかも少し変わってます。おで、まあ、一番の変わったところといいますか、はいはい、まあ、そちらがもう清涼感。清涼剤の量を少し、まあ、増量したと。前作も、まあ、清涼感あってスースーしてたんですね。そうそう、スースーする。なるほど。それが倍増したという。倍増というか、もう3倍ですね。わお。3倍になってます。わお。はい。なのでこのスースーがもうより強くなってるので、はい、どんな感じですか。スースー、もうスースーですよ。あ、もう顔見てもらったら分かるんですけど、結構スースー、はい、実際ちょっと匂ってみていいですか。どうぞどうぞ。香料がちょっと分からないですね。そう、香料ね。あ、甘い感じのココナッツ。そうそうそう。にちょっとハッカが混ざったって感じですかね。なんで、なんていうんですかね、ココナッツってやっぱ甘ったるい匂いがあるんですけど、はいはい、でもちょっと清涼剤も入ってるので、うん、ちょっと爽やかなココナッツみたいな。いいっすね、うん、なんで、まあ、ココナッツの匂いが嫌いな人でも、まあ別に全然、まあ、気にならないのかな。僕もあんま好きじゃないですよ、ココナッツ。あ、そうだ、沖縄もある。沖縄なんです。なんか沖縄ココナッツ食べないから。食べないから。ハワイやから。ごめんなさい。一緒かな。そうそう。なので、まあ、普通に、まあ、楽しめるのかなと思う製品なので、はい、まあ、実際にこれを使っていこうかなと思います。はい、はいはい、でですよ、でしかも見たんですけど、はい、今日の素材がめちゃめちゃ汚れてるっていう。いい感じに、やりがいしかないけど、どうしたらこうなったっていう。これはね、もう結構長らく放置してたんで、ね、やばいですね。眠らしてる感じですね。そうそうそう。別のね、まあ、これは僕も最初見た時はね、あ、これやばいなと思ったんですけど、まあ、YouTube の撮影ということで、はい、いい素材かなと。見つけましたね。逆にね、はい、逆に綺麗に、まあ、ビフォーアフター分かりやすいかなと思いますので、はい、こちらを使ってやっていきたいと思います。はい。はい、レッツゴー。はい、ということで、ゲルマさん。はい。まあ、汚れちゃってるんで、だいぶね。だいぶね。まずは、ファッションする前にやっぱカシャンから。カシャンもね、はい、まあ、こちらをまずはやって、はい、まあ、汚れを落としていこうか。これ一番気持ちいい作業なんで ね、 そうね、はい、これね、これですよ、はい、見ました。冒頭にもあったと思うんですけども、しっかり汚れてるんで、これやばいな。じゃあもう早速ね、洗っていきますか。はい、行きましょう。上から どうすか、ゲルマ先生。やっぱ気持ちいいですね。気持ちいいですか。うん、汚れてる車をね、綺麗にするっていうのが、ほう、もう気持ちいいです。ああ、もうそれ以外出てこないぐらい気持ちいいですね。なるほど。今回のプレミアムサマーファッションの、はい、まあ、一番の特徴ですね、はい、氷洗車というか、ほう、氷を使ってコーティングができると。お、はい、まあ、じゃあ、普通にもご家庭にある、はい、あ、氷でもいいですし、普通の氷ですね。お店から来た氷でも大丈夫です。はい。で、これ 1.1 キロで、多分まあ 1.1 キロあれば、はい、まあ、もう1回分は全然いけるかなと。なるほど。じゃあもういいですか。はい。この音がね、はい、僕大好きなんですよ。はい。言いますね。はい。いいっすね。いいね、夏だね。夏だね。お、いいっすね。こんな感じですよ。はいはいはい。じゃあもう、うん、こちらですね。はい、こちらをやっていこうと、はい、思います。お願いします。はい、じゃあね、これはもう使用する前に、はい、コーティング剤なので、はい、いろんな成分が入ってるので、はい、必ずしっかり振っていただいて、はい。ゲルマさん、ちょっとね、質問が何件か寄せられてて、ちょっと多かったやつ抜粋して言わせてもらう、言わせてもらうんですけど、うん、保管する場所とか温度とかってどうしたらいいですかっていうお声がちょっと寄せられてるんですけど、保管する場所とかっていうところで言うと、まあ、冷暗所保管で、ほうほう、うん、で、ま
まあ、大体まあ基本的には20度前後とかの場所で保管していただけたらなと。なるほど、はい、ありがとうございました。まあ、なるだけ涼しいところに置いといた方がいいところですね。うん、なるほど、いいかなと。わかりました。はい、じゃあ早速いいですか。はい、じゃあ垂らします。はい、うわちょっとね、こんな感じで綺麗ですね。色がね、なんかシロップみたいな感じで、匂いもやっぱさっき言ったんですけど、はい、ココナッツ系だけど、うん、なんかどこか清涼感というか、はい、ミントというか、ハッカハッカ、うんうん、ちょっと爽やかな。うーん、はい、早速水入れていきます。希釈していきましょうか。希釈いきましょう。いいですか。はい、まあ、氷も入ってるんで、うん、そんな水いっぱい入れすぎちゃうと薄くなっちゃうので。そうですね。うわ、匂いすごいっすね。もういいっすね。南国は混ぜてもらってもらって、あとはいはい混ぜてもらって、どうです、このスースー感が。スースー感がすごい。いいですか。スースー感がすごい。あすごい、これですよ。これすごいっすよ、マジで。もうスースーだもん。もうスースー、もうスースーで、あ、冷った。出しても、うん、スースー感止まらないですね。残ってるね、うん、あ、これはいいっすわ。じゃあはい、ここでも新品のね、はい、スポンジを使って、新品のスポンジ、はい、スポンジ5ですね。はい、イエロースポンジです。うわ、やばいっすか。スースー、おー、もう顔でわかりますよ、やばさが伝わってきます。じゃあもう早速、はい、行きましょう。行きましょう。いや、やっぱ分かりやすいんで、ボンネット、ね、ボンネット行きましょう。今ここ何もやってないんで、お、水はじきちょっと見てもらって、はい、いいですか。いいっすよ、今の水はじきね。わーお、ほら、はいはい、もう全くはじいてない状態ですね。全然ですね。これがどこまで変わるのかと、はい、いうところですね。 OK、はい、じゃあもういいですか、早速ファッション、はい、やっていきましょう。じゃあもうね、まずボディしっかり冷やしてもらって、はい、まあ、ポイントとしてはもうボディが熱持っていない状態、はいはい、で、まあ、手の届く範囲、うん、まあ、ワンパネル施工ですね、はい、やって流すと。なるほど、それを繰り返していきます。わかりました。はい、じゃあお願いします。いっちゃいますよ。はい、あ、すごいっすよ、これは。一回ね、半分だけさっと。なかなかこんなゲルマ先生のニヤニヤした顔見れないですよ。もうほら、うれ、うわ、これですよ。はいはい、で、あ、お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 、ここだけね、お、これをしっかり流してもらうと、お、あ、一気に変わりましたね。うん、水気がすごい良くなります。で、疎水なので、はい、まあ、なんていうんですかね、束になってずーっと落ちていくような、うんうんうん、はいはいはい。で、まあ普通に1回施工でも十分なんですけど、はい、2回目やるとさらにより変わりますよっていう。なるほど。なので、1周終わった方は、はい、ちょっと試してみてください、一度。全然違いますので。なるほど。1回でも十分なんですけど、1回でも十分ですよ、はいはい、1回でも十分なんですけど、まあ残ることが多いので、はい、スパシャン希釈水って、はい、なのでこれはまあ残ってしまったらもったいないので、まあどうせだったら2回目もちょっとやってみていただきたいなと、はい、なるほど。またすごさを実感できると。そう、水はじきもまた変わりますね。はいはい、おー、見た目のがなんかすごいですよ。そう、やっぱり早くなりますよね。匂いもすごいよ。そう、やっぱね、やってて楽しいですよね、匂いがあると、はい、確かに。まあ匂いなしでもね、効果は出ればいいんですけど、はい、まあさらに匂いがあると、まず洗ってて楽しいかなと。はい、ほら、わすごいですよ。ちょっとね、粒がでかいですね。あ、はい、それ分かりやすいです。いいですね。わぁ、まあ、保水なんで、いいっすね。まあこんな感じです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、全体的にいっちゃいます。やっていきましょうか、全体を。
はい、やっていきましょう。行きましょう。はい、行くときの合図ください。行くときの合図、はい、レッツゴー。みんな呼んだゲルマだよ。はい、ということで、教えてゲルマ先生のお時間がやってまいりました。はい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 。ということで、ちょっとコメントをまたいただいてて、まあ、多かったコメントをちょっと僕が選ばせていただきましたということで、で中で多かったのが、ゲルマ先生、ムラができやすいんですけどどうしたらいいですかっていうちょっと。お声が多かったので、それに対してちょっとワンポイントアドバイスいただけたらなと思います。そうですね、はい、まあ、ワンポイントアドバイスとしましては、はい、まあ、まずは必ずボディの熱は冷ましてもらうと、うん、なるほど。で、まあ、冷めてない状態でやってしまうと、はい、まあ、ムラになったりだとかっていうのが出てきますので、うん、はい、で、まあ、冷まして成功していく、はい、あとはワンパンで成功ですね、はいはい、で、それでも、うん、まあ、どうしても日中しか時間がないんですという方が、はい、多分いらっしゃると思います、はい、そういう方は、まあ、今からやるんですけど、濡らしながらシャワーを持って、うん、まあ、そういう場所をやってすぐ流しながらやるっていう施工方法もありますので、ほう、まあ、こちら応用編というか、ほうほう、やってみていただけたらなと思います、はい、じゃあ早速なんですけどちょっと見せてもらっていいですか。いいですか。はい、日中ね、はい、ついなんかやる場合は、はい、取ってもらって濡らしながらやります。濡らしながら、濡らしながらもこの感じで、おお、濡らしながら、ほう、あと最後まだしっかり流します。これってしっかり乗ってるんですか。上に乗りますよ。あ、乗ってるんですね。定着するんですよ。へえ、なんかこの方法でも保証は可能です。なるほど。なんか流れちゃってる気もするんですけど、あ、でもしっかり乗ってるんですね。ほう、すごいな。こういった形での場所は、はい、できますので、まあ、ムラですね、はい、ムラっていうのができやすい方は、はい、この方法ですね、うん、ぜひお試し、はい、てみてください。はい、はい、ありがとうございます。ということでゲルマ先生のお時間でした。ありがとうございます。はい、はい、ということで、はい、終わりましたね。終わりました。全体成功、はい、ピカピカになりましたね。めちゃくちゃツヤ出ました。ツヤ最高ですね。そう、やっぱ、うん、これですよ。さすが、さすが。で、また明日になったらより、うん、まあ、完全効果するので、はい、はい、まあ、これよりツヤがもっと上がってくると、うん、はい、はい、いうところです。わー、はい、楽しみにっていうね。で、あの、法令のやつ言っときますよ。星、はい、まあ、プレミアムサマーファッションに、ション、まあ、星5点満点中、スケールとしてはゲルマ先生星4.8です。 4.8、 これ高得点ですか。刻みますよ。刻みます。いつも刻んだ。刻みます、すいません。いやいやいや、まあ、5になるときは5の商品楽しみですね。そうですね。逆にちょっと、5の商品を、うん、まあ、見てみたいかな。見てみたいですね。めっちゃ上から見せるんですけど、はい。ということで、そうですね、まあ、夏もね、はい、もうすぐ終わるんですけど、うん、まあまあ、9月いっぱいまでは、まあ、暑い日が続くでしょうと、そうですね、見込んでるんで、まあ、皆さんね、気になった方でぜひ、試してみてください。そうですね、これぜひ、まあ、夏を楽しく、はい、できるアイテムです、ね、もう楽しく過ごしきっちゃってください、はい、ということでですね、はい、ということで、まあ、今回の動画はこのぐらいになります。以上になりますね。はい、はい、でね、この動画が良かったなとかありましたら、グッドボタンプラス、まあ、こんなことしてほしいよっていうのがありましたらコメント欄の方にじゃんじゃん、申し付けください。ということで、あともね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そうですね、チャンネル登録ぜひ、はい、してもらって、はい、でコメントもどんどん、うん、ね、お待ちしてますので、はい、ぜひお願いします。お願いします、はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。